デュアルシムスロットを搭載したレノボ A369i。サイズの大きいミニシムが採用されたスマートフォンは端末のバッテリーを取り外してその下にシムスロットが装備されているものが一般的。サイズの小さい名のシムが2枚入るデュアルシムスロット。このタイプはシムスロットが別ユニットになっておりシムピンでスロットを取り出してシムカードをはめ込むタイプである。i m 1は 7SIM カード専用。SIM には 7SIM カードもしくはマイケロスディカードの配達利用の例。デュアル SIM は2つの SIM カードスロットを有し、1台の端末で任意にネットワークを切り替えられる携帯電話端末のことである。もしくはそれを可能にする外付けアダプターを指す場合もある。ビジネス用とプライベート用、または違った契約内容の SIM カードを1台の電話機で切り替えて、 使うことができるので、電話機を2台持ち歩く必要がなくなる便利なグッズである。欧州やアジアの GSM 圏では、過去から利用者の多いポピュラーなアイテムである。日本でも2013年頃から販売され始め、現在では、ファーウェイ、アップル、オッポ、シャオミ、エイスース、シャープなどが、デュアルシム対応スマートフォンを日本でリリースしている。 携帯電話本体にデュアルシムとしての機能が備わっているもの。シムカードスロットが2つ搭載されていて、ネットワークを任意に切り替えることができる。日本国外で主に開発途上国を中心に普及している。日本国外ではプリペイドシムが普及しているため、複数のシムカードを保有していても、日本のように負担額が増えるわけではない。そこでかける相手によって、 シムカードを切り替えたり、あるいは家族で1台の端末を共有するといった使い方がされている。日本では当初、デュアルシム搭載機種が皆無だったが、2013年に入り、フリーテルやコビア、ポラロイド、イオンのスマートフォンなどから日本でも発売された。また2010年代後半頃からは、デュアルシムデュアルスタンバイ製品が出始め、同時に2つにシムカードの音声通話やデータ、 通信機能を待ち受けできるようになった。これによって従来のように SIM カードを切り替えて使う手間が省けるようになった。その後にはデュアル SIM デュアルウォルト製品も出始め、両方の SIM カードで LTE を用いた高音質なウォルト通話が利用できるようになった。アメリカの大手メーカーのアップルは iPhone XS と iPhone XR からナノシムと ASIM を用いた。 デュアルシムに対応した。片方はナノシムのリアルカードをセットするが、もう一方のエシムは組み込み型のためシステムの設定上からセットアップする特殊なタイプである。通常の携帯電話にアダプターを挿入し、無理やり2つのシムカードを使用するタイプ。電話機のシムスロットにダミーシムを差し込みフレキ基板を介してシムカードを装着するタイプと、 SIM カードの IC チップ部分だけを小さく切り取り、SIM カードと同じ大きさのアダプターに装着するタイプの2種類に分類できる。両者とも搭載されているチップで2枚の SIM カードを切り替える。SIM カードの切り替えは電話機本体の電源の ON、オフで切り替えるものと搭載されているチップにソフトウェアがセットされており、ソフトウェアを操作することによって2枚を切り替えるものがある。 2010年代後半からは DSDS DS 対応の製品が増え始めており、同時待ち受けが可能になっている。SIM カードに手を加えないタイプ。編集このタイプは携帯電話の SIM スロットにダミー SIM を差し込み、フレキシブル基板を介してスロットにあるホルダーに SIM を設置する。基本的に SIM カードや携帯電話を加工することなく設置できる。携帯電話によって シムスロットの位置や向きが異なるため、形状の違うものが数種類あり、自分の電話機に適したものを選択する必要がある。切り替えは携帯電話の電源の ON、OFF で切り替えるものが主流である。メリットデメリットシムカードを切断して装着するタイプ。編集このタイプは、シムカードに付属のステッカーを貼り、ステッカーに書かれている切り取り線に合わせて切断して、デュアルシムに設置する。 シムの固定は薄い金属のカバーで押さえるようになっており、一度セットするとカバーを開けるのは苦労する。デュアルシムはシムカードと同じ大きさで若干厚みは、ますが設置場所は問わない。IC チップにソフトウェアがインストールされており、切り替えはソフトウェア上で行う。シムを切断する専用工具も販売されている。メリットデメリット日本の場合、 シムカードはキャリアからの対応であり、解約の際には返却しなければならないので、シムカードを切断することによって後々問題が発生する可能性がある。デュアルシムカードスロットが標準通す。ありがとうございます。